延辺科学技術大学校舎延辺科学技術大学は1992年、韓国キリスト教系の東北アジア文化協力財団が中国延辺朝鮮族自治州の州都、遠吉市に設立した中国最初の中外合弁大学。1996年9月に延辺大学科学技術学院として延辺大学に編入された。 2004年現在の学生数は1279名、教員数は174名。付属教育機関に幼稚知園、延辺外国人学校、延辺韓国国際学校、キア技術訓練員などがある。東北アジア文化協力財団は2010年、朝鮮民主主義人民共和国に、平壌科学技術大学を設立している。創立者の金鎮喜び総長は、 継承南道、余、イ軍に、生まれの韓国系米国人。15歳の時、志願兵として、朝鮮戦争に参戦、英国と米国で進学を学び、起業家、教育者として成功する。1987年、金日清主席の招待で初めて、平壌を訪問。あなたは、朝鮮民族なのになぜ中国に大学を建設するのか、と、金日清に尋ねられ、 その場で、平壌に大学を設立することを確約する。1994年には、平壌大道校のほとりに病院を建設。1998年、北朝鮮訪問時に逮捕され、自由化の風を吹き込んだ、中国式改革開放に誘導した、キリスト教を伝播したなどの罪で、死刑判決を受けた。その後、突然釈放され10月24日、 43日ぶりに北京に戻った。第二の理由は北朝鮮への足がかりを得たかったことです。北朝鮮の人々を助け、彼らに様々なものをもたらすためです。私が北朝鮮に入ることは不可能でした。そこで北朝鮮との国境近くに大学を作ったのです。ですから私たちの大学は中国のためだけでなく北朝鮮のためでもあるのです。 中国社会科学院が市場開放システムと韓国の経済発展について抗議するために私を招いてくれました。これが私が中国を訪れるきっかけとなりました。中国を訪れた時私が自分自身の大学を設立できるとは思ってもいませんでした。しかし中国を訪れて残酷な共産主義システムを変えるには若者を 教育するしかないことに気づいたのです。光を見たのです。共産主義国家が私に扉を開く様が見えたのです。そこで私は仕事やプール付きの邸宅などをすべて売り払いました。幸い、妻は私のやることに同意してくれました。売ったお金で遠編に大学を作ることができました。教育、すなわち若者に投資するということは最も素晴らしいビジネスです。 彼らは正しいことも過ちもわかりません。私は彼らに同情し、彼らへの愛を示したい。たとえ私を捕らえ、撃つことがあっても、彼らを憎みはしません。何時の隣人のように愛せ、と聖書は言っています。北朝鮮は、精神的にも、肉体的にも病人だと考えるべきです。合理的な行動は期待できません。最近北朝鮮は、日本が、 経済制裁で何らかの措置をすれば、それを戦争の宣言とみなすと懸命し、日本を脅そうとしています。日本は北朝鮮の兄のような存在で、北朝鮮にないものをすべて持っています。私たちは不幸な人たちを助けなければなりません。しかしこれは私の哲学であり、日本人に押し付けるつもりはありません。キーパーソンインタビュー統一を見据え、 平壌科学技術大学を設立します。遠辺科学技術大学総長金鎮刑事に聞く1996年8月16日、付属の教育機関、キア技術訓練院の委員長、僕日野野元が二人組の暴漢に襲われ、毒針状のもので腹部を刺され暗殺された。僕委員長と一緒に歩いていた、手具毎日新聞の記者三人が目撃。 韓国大使館の捜査依頼を受けた中国公安当局が解剖検査を実施したが毒撃物は検出されず中国から遺体を引き取った韓国の国立科学捜査研究所が再解剖検査をしたが臓器全体が中国ですでに除去されており防腐処理された状態だったため正確な死因を究明することはできなかったありがとうございます